誰かいる。野田ゲーでもやってみたいな、キャプチャー。おい侵入者だ。釣り革とかね、かキャプチャーでこうリアルに動いた 3D 風釣り革とかね、どっかお金出してくんないかな、釣り革パッとさ、パパッとさ、なんか クライブ様、ご無礼を。お久しぶりでございます。ウェイドにございます。ご存命であられたとは。ウェイド、よく生きて。ウェイド、いましたっけそんなの。似てない？ウェイドって誰だっけ？場所を変えましょう。え、どこで出てたウェイドって。あー、モルボル倒した。めっちゃ最初の方じゃん覚えとらんなそれは。え、そうだっけ、こんな人だ、こんな人だっけ。それではあなた方が黒騎士め、見せしめのような手段に出るとは。おの使いだな、確かに。おの使いって子供の頃は選ばないよな。あれ何なんですかね、あるある。おのが一番活躍したゲームって何だろう。おの、あ、ロマサが俺おの使ってた。ロマサが2かな、俺。ロマサが2のおのはね、めっちゃ使ってたな。タガが外れたとしか。イーストプールの一件で目障りならば消せばいいと気づいたのでしょう。ここの駐屯兵が過激になったのも尾の不遇っすよね。独領総督アナベラの命によるものです。あ、尾の使う女の子かわいい。あ、総督府を見過ごせないから。尾の使いの女の子って確かにそうだねクライブ様、ジル様、御意に。ギルティーなの子はあれか。お二人と戦えることをこのウェイドは誇りに思います。でっかい、あれ何持ってたっけ。怒りでしたっけ。必ず勝ちましょう。あれ怒りか。ウェイド卿、確かにでもでっかいもの似合うよな、女の子。ええ、任せてください。ご苦労。ウェイド。丁重に頼むぞ。はは。ありがとう、ウェイド卿。彼らをあのままにしておく。では、我々も行きましょう。狙うは黒騎士の主力、本営隊。ああ、奴らを倒す。クエスト、あ、なんか始まった。あ、パーティーになってる。え、ウェイドか。あ、そうなの。え、ずっと一緒。オールドヒル造船所に散った者たちの無念を晴らすぞ。もちろんだ、やってやると。え、ついてくる。あ、ついてくる。あ、4人パーティーじゃん。我らはポートイゾルの敵を。クライブ様、なんか嬉しい、パーティーが、パーティー揃った。これまでも黒騎士の見張りを。ええ、できる限りは。あれ、ですが我々の存在を知られてからは奴らに追われる身に。ちょっと今回の作戦はそれを逆手にとって自分たちを餌に運営隊をおびき出したというわけです。おい、お前らそんなついてこ、お前先行けよ、お前ら先行けよ、俺後ろからついてるからなあ。お、置いてこい、お前ら、お、なんか後ろで俺巻こうとしない。ついていける。うん、心配になるから、そういうの俺一番。